チェキラドムデジオンです。今回はクイーンオーカズステファニー VS CR ゲーミング 3M というところでね、やっていきたいと思います。どこなんですかね？ちょっと初めて聞いた感じなんですけど、わかんないですね。はい。今回はね、ガクが休みで代わりにベースビルダーのエンドくんが入ってくれてます。というわけで早速やっていきましょう。はい、というわけで早速やっていきましょう。先行は相手からですね、スーパードラゴン。ボマー型というわけでね。さあクイーンを3時から展開していきつつ2次面でスーパードラゴン展開ボマーでスタートしてきました。まあやっぱね、世界選手権もケソカップとかも見ましたけど、ますますやっぱクラッシュオブドラゴンが始まっておりましたね。さあエアスイーパーにフリーズを外しましたね。多分エアスイー目的のフリーズだったと思うんですけど、さあかけ直していってボマーが強いね。さあキングを送らせて出して第一クロスのタゲを取っていきます。さあドラゴンはちょっとダウンホールからそれ始めてるんですけど、ここで戻してフリーズかけつつ触んないか誰も。さあようやく触っていきましたがトルネに巻き込まれて前に出ていったのでタウン残りそうですかね。さあこれクランジョーも残ればロイちゃんでタウン取ろうとした時にラバが出るんですけど、これおお、あ折れるんかい。じゃあラバに捕まりますね。さあいいとこまで踏み込んでくれて、これはロイヤルチャンピオンかなり時間を取られてそう。さあスーパードラゴンが2体残ってますね。第一クロス残ると強いんですが、いや強すぎる。さあロイちゃん落ちてロイちゃんほぼ仕事せずタウンホールにブーメラン投げた人になりましたね。おっとくるくるし始めてキングロイちゃんがまだ生き残ってたか。さあスーパードラゴンが残ってましたが、これは一緒にスケルトンに釣られていってラバ処理に加担。さあここはポイズンで真ん中残って終了ですかね。タウンホール残ってロイちゃん使わされてこれですからね。ロイちゃんが残ってればもうここからブーメランとチョンで終わりですからね。これがスーパードラゴンの強いところ。しかもプラン時間もやっぱ短く済むっていうのとね、シンプルにアタックの時間も短くなるからね、攻撃時間も。その辺が強いですね。さあ、伸びましたね。この展開から97まで行って、ここ巨爆。うん。さすがに。OK。97% まで伸びての終了。さあ、エンドくん。まあ、何回かね、対戦には出てくれてたんですけど。配置を作ってくれてる方ですね、うちで。さあ、ボーラバウンドうまい。これ前回の動画かな。で、クラウスがおそらく攻めてると思います。クラウス式のラバルでやってる前回がね、あったと思うんですけど。さあ、クイヒードラゴンでヒーラー4体。で、ボーラバウンドで対空砲にダメージ入れてるんですけど、ちょっと壊す、キルまではいかなかったかな。さあ、イーグル区画の方にクイヒー誘導させていきつつ、3時2時でドラ展開突撃簡単運目っていうね、結構前に流行ったタイプの形かな。うわ、ホーミングたくさんある。さあ、クイーンに、あ、キングに対しては、ストライカー当てていきつつ、ジャンプまで用意してるんだ。まあ、ドラザラだとね、そっちに枠数取られるということで、ヒーラー4体、ですがジャンプまで持っていくと、まあ、確かに火力は高くなさそう。さあ初手レイジからのジャンプクイーン誘導、マルチうざいなそれ。サイン軍登場、レイジかけますがフリーズ必須、インビジブルでかわしていく。さあちょっとラバに釣られたかな。クイーンが壁を殴っているがタゲ変えてくれた、よかったよかった。さあここフリーズかけてヒーラーの延命をしていきつつトームを残していて突撃艦をここまで持っていき、トルネード出てますがレイジを置いてるのでイエティっぽいですね。悪いかな、イエティっぽいね、イエティだね。さあその隙にシングルアイティはドラゴンが追いついていってタウンホールも破壊。さあスケルトンを9時区画置いていってロイヤルチャンピオンがそこに向かっていきます。さあイエティ頑張れ対空砲、俺、ナイス。さあ、裏からジャイアント登場。ロイちゃん、かなりテスラに
流されて9時外周を歩くような展開になりましたが、投石の方は食い火で竹取れて、これクロークでいきますね。さあクローク使わない、ギリギリまで貯めていく。さあロイちゃんブーメラン大砲の方まで触っていって、これはボールブレーカー当てたいかな、大砲にスーパーボールブレーカー当てろ。ちょっともうオッケー、お終わった、ナイス全開。さあキングスロック、こういう名前のクランありますよね、レジェンド。さあこれはスーパードラゴンということで、ドラゴンタイムが始まりそうですね、これも。さあインドラ一体からのボマー型のドラゴンと、これが本当に強い。さあ12時まずはサイドカットから始まっていき、タン側の方使うんだヒーロー。まあ逆サイは逆サイで火力高いしね。さあここはボマーは単独で使いましたね。対空砲を狙うようなボマーを単独でポンと置いていって、トームにも合わせないような形でしたね。さあキングがキングに当たっていきつつ、結構火力高そうですよタウン周り。さあキングとウォーデンゾーありますからね。さあボマーがここタウンまで届いていって、レイジフリーズを両サイドかけていくことで、両方の火力の高い施設を飛ばしていくと。さあもう一度フリーズをかけ直してシングルイーグル区画を突破していく。さあレイジに乗ってイーグル区画入っていきつつ、下は下でね伸びてますね、ヒーロー。タウンホールを壊した後のヒーローがポイズンに浸かりながらも進んでいきます。さあクイーンはクロークを使わずフリーズを使っていって、ロイヤルチャンピオンがここ潜っていって、呪文はここで全て使い終わりまして、どこまで伸ばせるかという展開ですね。さあマルチの方まで進んでいって、横打ちないな、ゴリ押しで迫撃まで壊せるかどうかですが、壊せそうかな。打って即打ちブーメラン、クイーンクローク残ってるから、これ時間かかっても絶対全開になると。さあ大砲でロイヤルチャンピオン落ちますが、スーパードラゴンクイーンクロークありということで、クラッシュオブドラゴンが始まっていく。こういうなんだろう、ギリギリの全開もスーパードラゴンの何かしらを何かすれば止まってくると思うんですけどね、どうなんですかねその辺。さあクイーンクローク使ってフィニッシュガーサスと。さあそうだら、こちらもクラッシュオブドラゴン、4分の3がもうスーパードラゴンですからね、開幕から。さあボマー型、エアスイーパーがね結構極端ですからね。もうスーパードラゴンが強いせいで、配置もなんだろう、スーパードラゴンをねお互いに意識した形、スーパードラゴンありきのねクラクラですからね今。それぐらい環境をこいつ一つで動かしている。ドラドラも強かったけど、今のスーパードラゴンほどではなかったよね、弱体化されて以降は。ドラゴンライダーのそれぐらいねドラゴンが強いですよ。さあボマースタート、固めて一気に飛ぶと、強そう。さあタウンホール起動していきまして、ここはフリーズをかけていきますね。フリーズかけてレイジレイジで中心へ。援軍出たんかな今、ちょっと見逃した。ストライカーとか出てたかもしれんけど、出てたかな今。さあフィスト使ってで、なるほど、3時に投石機2個あるタイプの配置ですね。さあここまでスーパードラゴン進んでいくと、もう投石もね、あ、対空も一応ありますがって感じか。さあロイヤルチャンピオンスタート、強い。さあレイジをかなり朝掛けでヒーローたちにかけていって、施設を吹き飛ばしてきつつ、スーパードラゴンはウォーデンを失ってるんですけど、単独でもめちゃめちゃクラスに一人で打ち勝つユニットおる？ペッカとかね、そのレベルなんですけど、壁を無視できますからねドラゴンは。さあブーメラン放っていって、
フリーズ1枚あるので、まずはここで使ってクロスを追っていきたいですね。さあ、もう一回フリーズを使ってクロスまで突破すればクイーンが防衛施設に関しては手が届く位置と。裏にで、もうまあまあまあ。ルイちゃん落ちるならしょうがない。さあ、ガーゴイルを祭壇に投げていって、クロック対空降りつつ、ベビドラ回収。さあ、ソラスケ出たので、まあ、ポイズンあるから打つかな。ポイズンかけて、ベビ回収でフィニッシュと。さあ、スーパードラゴンが止まらないですね。お互いにスーパードラゴンが止まらない。まあ、エンド君のもね、おお、ドラゴンっちゃドラゴンですからね。クイヒートラトラなんで。さあ、スーパードラゴン3連続。まあ、おお、ベビー2体出てきた。これ多分タップミスかな。2体のベビードラゴンでサイドカットしてますが、シンプルなタップミスな気がしますがね。角度ミスったかな。さあ、突撃艦スタイルですね、今回は。レイジレイジをやっていって、タウンホールの方に突撃艦。安い吹かれますのが、おお、関係なく届いていった。バルーン型。強。さあ、フリーズ。さあ、ラストレイジを中心やっていきつつ、ヒーローたちが12時から2時の方へ進んでいます。さあ、ポイズンをクイーンにかけていって、ギリギリの HP のスーパードラゴンが打ち勝っていく。さあ、フィストあるんで、さっさと使った方が良さそうでしたが、さあ、ロイヤルチャンピオンも追加で出されて、これは、これも止まんねえな、フリーズ2発あるね。流れたスーパードラゴン2時方面と7時方面ですね。両方強いな。さあ、トルネード登場しますが、ラストフリーズ打っちゃうかな、もうそれなら。あー、体育外した。さあ、ブーメラン即打ちでいいはずですけど。うん、おー、テスラ折れるんや。これも止まんないっすね。残り時間は1分40秒。さあ、スーパードラゴンがテスラ折って、アーチャーターまで折って、前回と。死なないっすね、スーパードラゴン。なんだろうな、何 HP かな、やっぱり。HP な気がするよ。HP。あと、スーパー、ドラゴンライダーって射程をいじったら結構弱くなった印象、ちょうど良くなった印象あるからな。さあ、ホスさん。さあ、ようやくここでドラゴン以外のアタックが来ましたね。突入ズラバル。結構ね、レジェンド系の配置なので。攻め慣れてるんじゃないかなと思うんですけど、スーパードラゴンのどこを直したらちょうど良くなるか皆さん教えてください。レンジ変えたら変わる説ないかな。おお、さあ、ラーバーと突撃艦がね、角度違うところから来てるんですけど、しっかりタイミング合ってる。完璧ですね、タイミング。さあ、届かせたいところまで届いていって、突撃艦インビジブル、うまい。うまい。うまい。おお。強っ。さあ、ここはラストはかけていかず。うん。ラバ処理までやってきました。完璧。まあ、よく言えば、対空砲とかまでね、折れれば、対空ウィズと大砲ぐらいまでね。もうワンチェイン入ってくれればってとこだったんですけど、ちょっとクイーン逆走していく。ソラスケルトンにも反応して、そのまま逆走。対地クロスに打たれてる。さあ、インビジブルでウォールブレーカーも守りつつ、もうこうなったらタウンラバルしかないですね。まあ、これはこれでまあ強いスーサイドにはなってるかな。さあ、ロイヤルチャンピオンもキングに追加して出していきつつ、さあ、ラバルパートスタート。これはこれで強いは強いね。さあ、クイーン早めのクロークでシングライティアルでね、早めのクロークで仕事させていきつつ、トルネード解除、タウン起動しましたね。
さあ追いラバかけてここで一気にドームで中心通していきます。ストライカーも来てるね。ストライカーも来てロイヤルチャンピオン処理を一緒にやってくれている。処理ができた投石区画までヘイストかけていって、さあバルーンは手元に7体、裏ウィズと2連あるのでダダンと出していくかな。さあフリーズ余ってるのでガンガン打っていきたいんですが、真ん中シングルが残りそう。さあ真ん中シングルが残るので少し時間を使いそう。さあここフリーズをかけてウォーで守っていきつつ、パピー6時側がちょっと欲しいかな。6時側が完全に回収ユニットがいない。ヒーローをね展開したサイドなのでこちらサイドの回収がね、バルーンは足りてるんですけど、みんな上に行ってしまう。さあ時間との勝負かな。これは呪文自体はねポイズンフリーズと残ってるんですけど、時間が残り10秒、足りない。タイムイズイシュー。さあ 93%。 さあ4連続スーパードラゴンということで止まらないですね、スーパードラゴンが。今度はボマ型、スーパードラゴンが止まりません。さあバルーンがドカドカドカッとやってきて、ボマーもスタート。これもタウン側なんだね。さあ一気にレイジドームをかけていきつつ、はあいいフリーズ。キングの方でタウンは誘導できてますが、これはラバ出ますね。さあフリーズかけつつ、タンホールはスーパードラゴンも殴ってくれそうか。やれかぶれバゴーン。トルネによって逆にポイズン外れると思ったらもう一周でくるっといく。さあこれタン結構使うんじゃない。疲れ疲れ。フィスト使ってボムティー、ボムティーポイズンで溶けろ溶けろ。さあターン側のスーパードラゴンはさすがにこれによってようやく全部溶けてくれましたが、逆サイは逆サイであれで成り立つんやな、ウォーデンいなくても。さあロイヤルチャンピオンがキングを盾にやっている。さあフリーズあるのでこれも止まんないですね。わーやばすぎる。さあ逆サイドもスーパードラゴンが生き残っちゃった。1分半、ひぃ。つんよ。止まらない。さあ、クラウス。スケインブですね。スケルトン、インビジブル。と、コウモリ。さあ、もうドラゴン。ドラゴンだらけだね、もう。これが8回目のアタックか。で、ラバルが2本で、あと全部ドラゴンだから、8分の6がドラゴンですよ。クラッシュオブドラゴン以外の何者でもないね。さあ、バルキリーを盾にさせつつ、ウォールブレーカー、通常ウォールブレーカーでね、テスラ、引き起こし、なかったですって感じですかね。これうまいね。バルキリーで迫撃砲のタゲ取りつつ、そのままフレームシューターで撃ち抜いていくと。しかもサイドカットにもなってるというところで。さあこの隙にクランジョとマルチ IT を壊していくと。これめっちゃ思ったわ、プランニングしてるときに。俺スケインブできたらこれめっちゃ強えなと思って思ってたわ。これこの配置、兵器はヒーローで取るつもりだったけど。さあアイゴレキングでクイーン投石区画にキングを入れつつ、ゴレクイーンをくじ上やってますね。さあフィスト使っていってロイヤルチャンピオン真ん中走らせていくようなルート作り。さあタウンホールに関してはフレームシューターが1勝打ってると。ただ大工が4、5個かかってんのかな。これ殴ってるけどずーっとフレームシューター頑張ってますね。さあクイーンクロークで、強っ。
さ、ゴレイチまで使ったんだね。使ったんでね。ラバルからするとそんなにね、美味しい防衛施設はなかったんですけど、ルート作りっていうところでここ削ってますね。さあ、イーグル砲残ってるけども、ラバルスタート。さあ、ターンホールが抗いますね。ひたすら抗っている。大工ごっこが非常に強い。さあ、シューターがなんかギリギリの HP のターンホール一生殴ってますけど、なかなか壊れない。さあ、ラバルパートスタートしていきつつ、さあ、シューター2分間永遠にもうフレームシュー、ターンホール殴ってるようなイメージなんですけど、まだ壊れてないですね、こいつ。さあ、まだ壊れない。さあ、フリーズかけてすごい量の施設にフリーズ入ったな、これ。さあ、ついにフレームシューターが壊れてしまいました。これはただドラゴンライダーでなんとかターンホールは壊せるかな？おや？え、そんなに？大工強すぎ。さあ、ようやく壊れましたが、タウンホールからのダメージが結構入ってしまったから、さあ、ただ裏からヘイストバルーンで対空砲は突破。中心バルーンがちょっと数減ってるかな。さあ、ヘイストバルーンからのバルーンも追いついて、ウォーデンと合流しますが、残り時間との勝負かな。ちょっとキングが邪魔すぎる。シューターがね、もうちょっと綺麗にね、突破できてればね、タウンホール長すぎましたね、これは。タウンホールの突破がだいぶ時間かかっちゃいましたね。突破できてれば、まあ、フリーズ一発とか使ってればね、裏の、まあ、対空砲だったり、大工のところまで投げれたんですけど、95%。ということで、このアタック、最後の最後でスーパードラゴンではなくなりましたが、インドラスケルトンということでね、ドラゴンには変わりなしと、クラッシュオブドラゴンです。さあ、エアスイーパーに対してライトニングっていきつつ、逆サイドはクイーン、逆サイドはライドラと。ちなみに今のアタックでね、クラースの連続全開が32で止まりましたね。やば。32連全開中だったんですけどね。ものすごい記録ですよ。いくらね、前回難易度が下がってるとはいえ、圧倒的パフォーマンスでしたね。さあ、突撃艦を残していって、トーム打ってるんで、角度変えて投げるんかな？さあ、ホミチェクのバルーンはただないぞ。こっちから来そうだなと思うんですけど、やっぱ来ましたね。キングが通った跡地に投げ込んでいって、さあ、レイジのみで突破ができていって、シングル2本のところに対してはスケルトンで投げを取っていくと。うん。さあ、キングクイーンでサイドカットできてるので、インドラシングル IT からシングル IT の方へ誘導されていって、このアタックが守れないと、クイーンウォーカーズ敗北が決まってしまうんですが、どうでしょう。さあ、ラストスケルトン打っていって、ロイヤルチャンピオンももう走り出しております。さあ、フリーズポイズンで、インドラがキングに襲いかかる。ただ、対空砲がそれ届くんじゃない？対空。さあ、打っていって、で、ロイヤルチャンピオンが合流してしまう。さあ、一気にブーメランからのキングにもポイズンかかり、インドラ合流。クイーンクロック。ジジーと。ドラゴンが最後まで止まらなかった。一本だけ、最初の一本かな。97だよね、あれも。ターンホールが残ってね、ロイヤルチャンピオンを使わせたことによって守れたんですけど。いやー。やばすぎる。さあ、ラストアタックやっていきましょう。クイヒードラ、ディガホンということで。陸攻めもめったに見なくなりましたね。唯一の陸のアタックです。対戦で見る陸攻めってやっぱりそうだな。レジェンド順に対してスーパーボーラーとかあっても、まあ、たまにディガホグって感じですかね。まあ、クイヒゴグもね、以前よりは見るようになったんですけど、やっぱりそら環境変わんないですよね。さあ、ウォールブレーカー開けていきつつ、フォーミングチェック、やっぱりやった。今回ディガホグなんですけど、シューター型でやっていきます。シューター刺さりそうだなと思って、そこを起点にね、考えたプランでした。さあ、レイジ置いていって。
真ん中マルチ3連だったんでね、ちょっとこれ角度もうちょっと我慢するべきでしたね。ヒーラーテスラが入ったんでね、かなりあれだったんで、さあ早く打ってくれと。対空砲壊していきつつ、痛いね、嫌だね。いやもうヒーラー打たれちゃってるのと、もう火力的にもうインビジブルも使っちゃったし、これかなり厳しいなってとこで、も早めに D ホグ展開していきます。さあクロックも先打ちです。クイーンのね延命ができなそうと判断してタゲを変えた方が強いと思ったからですね。さあ一瞬連軍処理をねかわしていきつつ、ここでレイジポイズで一度落ち着く時間が生まれましたと。さあフリーズ、まあ、サイドカットはね東海兵舎ではなくキング単体になるので、まあ、それでもいけるっていうか一周の量かな。さあウォールブレイカーかけていきつつ、さあここヒールかけていくんですけど、見事にヒールからみんな逃げてきました。ロイちゃん壊しちゃったからね。さあストライカー3体、ここロイヤルチャンピオンの能力が残るような感じでトームをかけていきました。さあ3ヒール当たるようなところストライカーも処理していきつつ、シューターやっぱ刺さりましたね。9時から12時の方まで走ってくれてます。さあフリーズフリーズで、なんとかロイちゃんとクイーンを延命していって、真ん中マルチまではねギリギリ、まあ、2本分クイヒーで落とすことができました。さあラストはシューターがようやく割れていって、出てきたホグと残りユニットで突破していくと。まあ、東海兵舎使えなくなった分ね、ディガフのいわゆるディガフの圧倒的物量みたいなところは減ったんですけど、まあ、最終的にディガも結構残ってるんですよね。こうやって見てみると結構な量なディガがブオーってね最後マルチの方に走ってきてくれて、ドカンと、まあ、少しね真ん中残る展開にはなりましたが、前回でした。はい、というわけでね、終わってみたら13対14というわけで敗北しました。はい、まあドラゴン5連投されて見事に行かれましたね。まあ早いしパーセントも高くなるしってことでね、やり得なんだよね。そんなに難しくないしね、難易度も低いし、前回になった時のリターンもでかいし、デメリットも少ないってなると、もうやり得でしかない。スーパードラゴン環境がもうこの試合にもうめちゃめちゃ出たんじゃないかな。ケソカップも最初のねゴールデンチケット付きの大会もドラゴン祭りでしたよ、最後の方とか。結構な数のねプロプレイヤーがねツイッターとかではね、なんなんだこのクラッシュオブドラゴン環境はってみんな口をツイートしてましたね。ふざけんな、帰ろう帰ろう、バランス帰ろうってみんな怒ってます。はい、僕も前々からは言っているんですけど、もうちょっとねドラゴンね、スーパードラゴンうまい感じできないかな。まあ言うてでも相手もしっかりねスーパードラゴン、まあバンユニットとかそういうわけではないので、しっかり使いこなして綺麗な全開でしたね。スーパードラゴン一番強く使うっていうのも結構やっぱそこでは、まあ、簡単そうに見えて一応 PS はあるような戦術でね、まあその操作難易度が他の戦術と比べて簡単っていうだけで、まあ練習も必要なユニットではあることには変わりないんですけど、その練習量がね他のユニットと比べたら少なく済むし、より簡単だしっていうところで、まあ、ジャイアントキリングみたいなのが起こりやすかったりするユニットの一つですね。はい、というわけで今日はこんな感じで終わろうと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。次の動画で少々、さよなら。